望んでない人もたくさんいると思います、うん、もっとやっぱり線の太いしっかりとした骨太の APS-C が欲しいんだっていうそのニコンファン、うん、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビー物軽く噂話とあと告知も兼ねてちょっとちょっとずつやっていきましょうかはい。やりましょうかね、はい、まず何からいきますか結構あるよはい。まずちょっと軽いところからニコンはい ニコンがちょっとざわついてきて本体が出るんじゃないかっていうことで<お>えっと、Z、なんとなんと Z50M2Z502 そうかそうか Z50 はそうだあるもんでこれ M2 なんだはいああ ABC だね、うん、あ俺フォローしてたかなフォローしてなかったらフォローしてなかったらどうしようかなアルファホビーブのタグでツイートしてもそれ

スペックに関するる噂が掲載されてい改良されたボディデザイン新しい XPEED っていうのかな、えー、7Z63、うんえー、のようなバリアングルモニター USB タイプ C これまでと同じバッテリー、えーうん、正式発表は近日中まあうん広く言うと 2024Z50 と同じ2990万画素結構画素数少ないのね、うん、っていうか あ,れだね、あのー、別にやっぱソニーが特別なんだね画素数高いの当たり前当たり前になっちゃってるけど、あのー、当たり前じゃなかったですね、うん、APS-C の画素数が多いのね、うんうん、だけどまあだから APS-C の画素数高いのは富士も高いけどけどやっぱ200とかさキャノンに限ってもやっぱ画素数がちょっとね据え置きみたいな形になっててうん,うん APS-C はこんな感じなんじゃないですかうん。うん、まあ、富士は4000万画素対応してるけど、まあ、うん、Z50 はこの2000万画素なのかみたいなことはちょっと言ってますね。で、あとは。まあ、そりゃそうでしょう。うん、だって、ちゃんと明確なヒエラルキーの中でやってますから、うん、それは。あのー、それはアルファーとて一緒ですね。え<ー>あのー、わ我,我らがアルファーとて、 えー、APS-C のボディがあがフルサイズを超えることはないわけですよ。りなんかちょっとやらしい方、うん、とりあえず出してるみたいな感じがすごい最近するからね、ちょっとね、本当にねまあ、それは、まあ、フルサイズ持ってる人から見るとっていう感じじゃないですか。けどじゃあ うん、一時期に比べてさ6100みたいな機種がもうなくなっちゃったからさ、まあ、ZV-10 とかああいうのが売れるのも多から、ねそううん、だからそう考えると6700とかああいう機種がさなんかちょっと一時期に比べるとやっぱフューチャーされなくなったしとりあえず1機種だけ出しとくみたいな感じの状態になっちゃったからさだからそう考えるとじゃあニコンとかの方がまだなんかこういう機種が出したりとか、まあ、じゃあかといって APS-C のレンズがあるのかっつったらね結局そうなんだよね。まあ まあこのあも話すけどさレンズが高いしさ何にしても全部じゃあ安くレンズ作れるのかって話になるじゃん結局あま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 あ作ったところでさ APS-C こそサードパーティー必要ですねねそうだねだからまあ,、まあ、あのグッと金額をより抑えるためにっていうので、うん、だからキヤノンが APS-C はサードパーティー OK だもんねああそうかそうかそうか、うん だってソニーに至って APS-C 一応リニューアルしたのがこの前のキットレンズでしょしかも中身変わってないんでしょみたいだね。側だけ変わって映り変わったのにねなんだろうね映り違うのあれセンサーが違うからあれだけきれいだったのかな俺あのほら俺ててあれは明らかに違ったっすよね,ね違ったね、うん。映りだからセンサーなのかな若干違う若干違うあ、まあ、内容もちょっと変えてんじゃないですかレンズの補正の仕方とか、ね、ちょっと若干そう<々>だ,からだからなんだろうねだから若干うん、嘘偽りなんか。 X で D も送ららせててもっったってちょっと確認します、せっかくだから。はい。ちょっとなんか部長つないでてください。うん。APSC は D500 の画素数をずっと使ってる。あー、もうそこから変わってないんだ。へ<ー>えー、藤本堂画さん、仕事カード30分なので、一旦たん退あどうぞどうぞ、ごゆっくり。ああ、マーティンアルファワンさん、こんばんは、こんばんはです。途中参加、途中退室になりますが、あー、全然来てあ来てた、大丈夫です。<ー>はい。あー、<れ>よかったです。 んスライドショーなかったね、これね、本当だ。ああ、そうなんだ。<laughs> うん、ああ、じゃあ、それい入れておきます。はい、入れておきます。はい、はい。ちょっとコメントは入れられないけど、この画像はちゃんと確実にどっかに差し込んでおきますので、もう一回作り直します。はい。そう。まあ、その辺も含めて、その APS-C の扱いですよね。うん、まあ、でも、あのー、 一眼レフの頃のその D500 とかね、うん、この辺の扱いから比べると、ちょっとミラーレスになってからのほうがニコンさんもその APS-C の扱いとしてはちょっと隠した感が出ちゃってるのは、なめないと俺は思います、ボディのその作りとかね、グレード感も含めて。だって D500 ってもうフルサイズとほとんど変わらないぐらいボディしっかりしましたよ、このボディパぱっと見。 だけど今の Z のとかのミラーレスって、見た目で明らかに違うじゃないですか、フ、うんね、ルサイズ、うん、すごく小さいし、その線が細いです、すごく、APSC のボディっていうのが。まあ、それは多分望んでない人もたくさんいると思います、うん、もっとやっぱり線の太い、しっかりとした骨太の APSC が欲しいんだっていう、その日本ファンは、あいわゆる D500 の系譜を待ってる方っていうのは、結構お見えなのんじゃないかなと思いますが。 でも多分そういうのを出すのは多分ニコンしかないです。うん、あのキヤノンもソニーも多分やらないんじゃないかなと思いますこに関しては、ね、注目度すごいよすげえコメント数が多いからねやっぱニコンみんな盛り上がるね、うん、盛り上がるですねえグたバッテリーグリップは発売されない、うん、まあ今探したところでねあとまあイメージあとクラウドに対応するまあそれはどこも一緒だけどねもうクラウドだねさっきのメンバーシップの話じゃないけど、うん、クラウド がねああはいそうだね、うんまあ、キーにん、うん、ただまあそれがこの一眼のこのいわゆる何ていうのかなステージというか環境の中で、うんうん、果たしてそのクラウドっていうものがどれほど本当に実用的かっていうのはちょっと分かったもんじゃねえなっていう実際アルファのこの環境でクラウド使ってる方ってどれほどお見えになるんですかね僕は使ってないです。だかららこの前ほら、あのー ちょっとそんな話もしたかな、部長と。FP1 の話をね、ちょっと部長としましたけども。あー、しました、しました。うん、で、はい、FP1 を要は、結局ソニーが押して、あれでいろいろこう、まあクラウド、まあ、半分クラウドだよね。ああいう形で自分のか、うん、写真のバックアップを FP1 使って、データを送って、みたいな。まあ、ソニーがそれを押してて、結局、まあ、そんなこともなんかちょっと記事かなんかに載ってたような気がしたよね。なんか FP1 を力入れるみたいなね。うん。 それこそ、さっきの僕のさっきの,あのゼロ次会じゃないですけども、たまともに使おうと思ったら、ワンテラぐらいいるわけですよ。そうだね、本当そうだね。うん、ンテラ倍ぐらい必要で、じゃあそのワンテラ倍を、じゃあその月額でどれぐらいで運用できるのかっていうところって、結構金額頑張らないと、多分使えない、逆に言うと、割とそのリーズナブルな金額でワンテラ倍使えるんだったら、もっともっと多分このクラウド、 っていうのは運用する人が増えるし増えれば、多分次の企画にもつながると思うので、まずは普及しないとっていうので、金額を抑えるべきなんじゃないかな、これ、多分いろんなところは基本的にそれでやってます、それこそテスラのスターリンクもそうですよね、あれもやっぱり、あれもやっぱり安,か安いんですよ、考えられないぐらい安く使わせて、次はさらに安くなるわけですね、それで。 使ううう人をを増やすすすととといいいことをしなななのかなというのかはすごく思いますただ、クラウドの環境が、それこそ iPhone なんかは、僕はそれで助かったわけなんで、うん、あの有効的なのは分かってるわけですよ、うん、とても、うん。でもやっぱり容量ですよね、あと金額次第じゃないかなと僕は思いますけどね。うん、ですね。まあ、本格運用にはまだ程遠いと。 まああ、ね、いう感じだと思いますこのいわゆるカメラメーカー系のクラウドっていうのはね、うん、まあけどうん、うん、なんていうのかなあのー、これでほとんど全てのメーカーがこう移行したよねクラウドをやってるっていうことを名目でそれと連携するっていうのがもう一応と主要3メーカーで揃ったねキャノンキャノンが比較的早くやっててソニーはだからイメージングエッジがなんちゃってだったのがそれをも思い切って切って。 あのクリエイターズクラウドに変えてもうそれで押していくってなってでニコンもちょっと,ちょっと遅めかなそれかちょっとソニーと同じぐらいかな一緒ぐらいに始めたからうあの、まあ、もうそれで主要メーカークラウドとうまく連携していって、まあ、だスマホくらいまでうまく使いこなせないとさやっぱさまだギリギリいやいやいや,いや,いやそこまで、ね、ですよ、あのー、手探り感半端ないです、ね、本当そんな感じ うん、ただ、とりあえず始めました。そそそうそうそんな感じだよねねクラウド、ね、うっていう感じが、まあすみませんね、ちょっと厳しい形ですけど、否めないです。明確なビジョンが来ないですもん、うん、こう使ってくれっていうところが、全然来ないですね。うんまあ、やっぱりそのカメラ単体でなんともならんっていうのは一番でかいんじゃないですか。と、ね、思いますよ。だってこの辺なんかでもクラウド バリバリ使ってますけども、うん、これやっぱスタンダードアローンでそれができるからですよね,もねずっと次、つなぎっうそうですね、まあ、つなぎっぱなし、1、まあ、ャップを譲って w i f i 環境か、うん、w i f i の環境で電源がつながれてるときにバックアップとかアップロードっていう縛りがあるとしても違いますよ、うん、あのスタンダードアローンであるっていうのは。だけどやっぱアルファの場合は、まあ、当然それがないの、シムをさせないんで、あの当然何かの、その、 えー、通信するものに接続をして、そこ、ね、からっていう形になるじゃないですか。そうなると、やっぱりちょっとテンポが悪いし、そうだね、まあ、まあ、簡単に言うと、めんどくさいです。そうだね、ソニーはどちらかちょっと映像の方に重きを置いてる感じっていうか、それも踏まえてク,クリエイターズも使ってるもんね、クラウドね、確かにそんな感じする。ソニーはね、あのー、クリエイターズアップに関しては、 あのー、なんだろう、ちょっと SNS っぽい使い方もしてほしいのかなっていう、ちょっとするんだけど、ちょっとね、まあ、あれはね、いきなりあれはちょ,ちょっと若干無理があるです、あれは。で、やっぱり土壌作りっていうのがめちゃくちゃ重要で、いきなりあれっていうのは難しいと思う、もっとかんもうこれも結局そうなんだけど、もっと簡単なものでやっぱり土壌作りしておいて。 そこにあれを持ってこないとなかなかいきなりあれを始めるっつっても難しいっすよね。うん過去にねいろんなメーカーやってなくなったサービスいくらでもありますからね。うんまあでもソニーはねそのアルファカフェっていう SNS やってますからこれまだ続行してますよ。うん、あれはね、うん、だあれをだからうまくつなげたらいいのかなと思うんですけどうん、うん、どうなんですかね難しいのかな。うんうん ねえどうなるのかうんねえまあいろいろ取り組むのはいいんですがビジョンはあるのかなと思っちゃうわ <laughs> かるわかるちょっと厳しい方をしますがはいうん同じ予算使うんだったら明確なビジョンってやってほしいなっていう気はしますけどねなぜカフェとは連携してそ,そ, <laughs> そうなんでやっぱそうでしょ、うん、そこなんでやられるのかなっていうあるのに SNS が。 思っちゃいますね俺は二つも三つもね、うん、持ったってねしょうがないもんねそう別にしてどうすんだっていう話ですようん、うん、ねまあねうんそんな感じですけどね、うん、まあでもねニコンさん Z50 マーク2ねまあまだもうちょっと先かな具体的にまだちょっと本当に噂の噂みたいな感じ、ねうん。噂、うん、はい